いやー、本気出せば女って一瞬で引っかかるんだな。じゃあ怒られようか。財布持ってきてないもんだけど。当たり前じゃん。おっぱいでかかったらいいな。小さかったら帰ろうぜ。実際喋れるけどね、女の子とか。実際喋れるよ。怖がられてる。お願いします。なんか言わないの？初夏のこうやっぱり首都直下型地震とか怖いですもんね、うん、今日は仏滅ですね。確かに。でもそうですね、大抵のものはやっぱ火通せば食べれますよね。はい。それを考えたら岸田内閣にやっぱ任せてよかったかなっていうのは日に日に感じてます。MC バトルとかします。ああ俺は新恋はレペゼンと緊張してます。大学生かもしれないけど生死医学生。ああやっぱ飲み会ってこういうもんですよね。どう思います内閣。いいんじゃないですか。ポケモンの話とかしましょうよ。まず好きなポケモン。あんまり知らないんですけど、メタモンとか可愛い。あ、ありがとうございます。メタモンか。でも俺よくメタモンみたいな性格って言われますよ。誰とも合わせられるっていう、あ、空気を読めるっていう。おっぱい何カップですか？ワールドカップですね。好きなのが何？結構まんべんなく好きなんですけど、うん、なんだっけ、嘘を何個つけるかフルとか。どう会ってみて印象変わった？でも意外と寝店さんは女性と話すの意外と慣れてらっしゃるなっていう印象。なんかジャダムさんは緊張っていうかちょっと上がる感じ。寝店さんは冷静な感じだな。冷静な感じですわ。そうだね。まあ正直さ、ちょっと女の子に気使って話題とか振ったり回したりできるから。初めてセックスしたの何歳ですかね。高校生の時。はい。高2。あ、はい。ちょっと言うと食べていい。うまほー。これ赤津の食レポです。赤津わかります？うまほー。普段どんなMC バトル見られるんですか？ MC バトル…でもなんだかんだ言って呂布カルマが一番強いよね。いや、一瞬それな、それな。呂布カルマの音源ってどれが一番好き？まあラップといえば、まあ、ヒプノシスマイクとかはちょっと知ってます。おー笑われた。いいよね、ヒプノシスマイクね。いいよね。しゃぶしゃぶ好きですか？好きです。何が好きなんですか？豚肉をしゃぶるっていうのが、まあ、斬新ですよね。え、豚肉は何ですか？あー、しゃぶる。あー、しゃぶしゃぶしてるとこ見せて。Thank you.
うん、大人っていいですね。ありがとうございます。お肉食べていいですか。どうやってもしゃぶしゃぶって。童貞だから分かんない、うん、教えてほしいな。え、もっと動かした方がいい。うん、痛くない。痛くない。やばい、もう出たし今。もう出たし。まだまだまだ、まだ、もうやばいそう。あお上手なんじゃないですか。本当っすか。才能あります。質問とかある。あ、じゃあ理想の童貞卒業シチュエーション。いやでもしゃぶしゃぶとか食べてからとかかな。でも絶対錦糸町がいいって決めるから。なんか個室居酒屋の後がいいとかは考えてるから。やっぱ金曜日が良くない。金曜日がいい。次の休みだし、なんならなんか6月10日がなんか縁起いいなみたいな。数字並びがいいよね。仏滅ですけど、仏滅、まあ、仏滅がいいね。がやっぱいいよね。まあでも今日どっちにします。どっちというの。あ、どっちにします。この後、まあでも俺の方がチンコ大きいけど。まあ俺の方がセックス上手いけどね。俺の実家結構太いけどね。まあうちのワンちゃんめっちゃ可愛いけど。2週間寝てないんだよね。まあ俺3週間寝てないけど。ね、久しぶりに物食った。めっちゃ指鳴るわ。こいつ OK っすよ。こいつ射精障害だもん。今日本当ありがとうね。ごちそうさまでした。いや、ごちそうさまです。何これ。え、交通費。え、何これ何これ。ポストトリのマゾッシュ。あー、お前そういうことか。お前やぞ。いや、お前やぞ。お前だよ。いや、お前だよ。お前めっちゃ臭かったでしょ。いや、お前だって。お前は出したじゃん、お前。でもなんかさ、怪しくないこれ、ちょっと。調べてみないこれ。口腔内のあらゆるお悩みに、口臭が気になる、朝起きた時ネバネバが、歯の極みをきれいにしたいなどの口腔内のあらゆるお悩みが予防できます。15秒、お口の中をゆすぐだけで汚れがごっそり。個包装なので、本当かよ。手軽に持ち運び可能。それは嬉しいけど。低刺激で幅広い年代の人が利用できたりするし、天然成分でできてるから体にも優しいんだって。緊張してたじゃん、俺ら。まあまあまあ。緊張すると口の中乾くやん。そうやね。そういうのでやっぱ口臭とかって出てくるよね。確かにね、俺も、言うて寝起きで言ったからさ、うん、ガムとかさ、タブレットとか噛んでもさ、ああいうのって一時的じゃん。一瞬しか口臭ってごまかせないじゃん。うん、匂いはなんか普通だな。え、すごっ。普通に剥がすみたいなめっちゃ入ってきたな。すごくない？見て見て、こんな汚れって取れるもんなんや。これ医薬部外品って言って、厚生労働省からも許可出てるらしいよ。15秒やるだけでさ、匂いも取れて、なんか歯も白くなるんだったらいいよね。なんか通常価格4840円らしいんだよ、うん、30個入りでね、うん、でもなんか今買うとなんか990円 79% オフらしいよ。すごない。なんか30日間は返品保証もあるって。だから気に入んなかったらね、あの金も返ってくるらしいから、まあ、とりあえず買ってみたらいいんじゃないかなと思います。でも味もね、あんましなかった。なんか全然まずくなかったからおすすめです。